ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、日本、台湾で、インターネットサービスプロバイダー、ソネットや、固定ブロードバンド公開線、ニューロ港、仮想移動体通信サービス、ニューロモバイルなどを運営する、電気通信事業者。ソニーモバイルコミュニケーションズの子会社。旧社名は、ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社、ソネットエンタテインメント株式会社、ソネット株式会社。 インターネットサービスプロバイダソネットの運営のために、ソニー株式会社、株式会社、ソニーミュージックエンタテインメント、株式会社、ソニーファイナンスインターナショナルの出資で設立された。主力事業であるソネットの会員数は2018年6月現在、FTTH 契約数は約282万人。2018年3月現在、 国内の固定ブロードバンド回線のプロバイダーの中では、YahooBB、OCNJ コムネットに次いで4番目の規模で、通信キャリア系の事業者以外では主位。モバイル通信事業では、かつてソネット会員向けのオプションサービスとして、w i l コ c o m e eMobile の PHS データ通信を利用した、モバイル通信サービスビットワープを提供していたほか、 NTT ドコモ UQ コミュニケーションズの MVNO として、ソネットモバイル LTE、プレイシム、プリペイト LTE シム、ソネットモバイル YMAX2 プラスの名称で一般使用者に対しモバイル回線の提供を行っている。また現在はソネットとは別のサービスとして、ニューロモバイルの名称で NTT ドコモの携帯電話回線を使用した。 MVNO サービスを提供している。かつては、エンビンサービスも提供していたが、2019年5月に、子会社の、ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム、株式会社に譲渡した。主力事業。アクセス回線を自社で設置、管理しており、実社だけが使用しているため、フレッツコー、au 光を、アクセス回線に使うたサービスと比べ、 電力系通信事業者と同様に通信サービスの柔軟性が高いのが特徴。など一部サービスはソニーピッツネットワークスが提供ソネットメディアネットワークス2018年10から12月期、ソネット広告商品ガイドソネット広告掲載のご案内ソニーネットワークコミュニケーションズ2017年 ブロードバンド回線事業者の加入件数調査、マリーニュースリリース、MM 総研、2019年6月6日、ソネットが DNA 株、売却、南橋が筆頭株主に、マーケジー2010年2月26日、省営者 AB、ソニー、DNA 全株を野村証券に売却、サンキビス2013年3月5日、サンケイデジタル。 ソニーコミュニケーションネットワーク、CS 放送向けに、インターネットと連動した、情報番組の制作会社を設立、ASCII.JP2000 年7月6日、IR リリース主要株主である、筆頭株主及び、親会社の移動に関する、お知らせ、M3 株式会社2013年1月11日、M3 株式会社 AB、 ソネットエンタテインメント株式会社の遺憾に伴う、称号変更のお知らせ。ソニーミュージックグループコーポレートサイトソニーミュージックエンタテインメント2018年3月26日、ソネットエンタテインメント株式会社、ソネット会社情報プレスリリースソネット LTE を利用した、エンビン事業、開始個人、法人を対象とした新サービスもスタート。 ソニージャパン2013年4月15日、ソニー、プレスリリースソネット会社情報2017年10月20日、閲覧。プレスリリースソネットと、ソニービジネスソリューション、法人向けインターネットソリューションサービス事業統合の、お知らせ。ソニービジネスソリューション株式会社、プレスリリースソネット会社情報2017年10月20日、閲覧。称号変更のお知らせ。 ソネット株式会社、2017年10月20日閲覧。ソネット、7月1日に、社名変更者表は、ソニーロゴへ、マイナビニュース2016年6月15日、マイナビ、株式会社アクトビラの株式取得及び、第三者割当て増資引受けに関する、お知らせ株式会社はうわう、2017年2月24日。 AB ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社ソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社エンビン事業の会社分割に関するお知らせソニーネットワークコミュニケーションズスマートプラットフォーム株式会社事業開始についてソニーネットワークコミュニケーションズ2019年5月7日ローミング接続サービス ソネット、ハットソネットシンガポールウェイバックマシンソネット UK ウェイバックマシンソネット USA ウェイバックマシンありがとうございます。